最高機の R36DA に、マキタのサイクロンアタッチメントを取り付ける方法と注意点。サイクロンアタッチメントを装着した状態でゴミを吸い取る動画は、7分43秒からどうぞ。まずはじめに、マキタのサイクロンアタッチメントは排気がきれいになると言われているが、スモークマシーンのスモークを吸わせるフィルトレーションでは、排気口からスモークが勢いよく漏れ出す結果となった。ただし、ヘパフィルターを装着した場合は、スモークの漏れは確認できなかった。そこで、スモークの漏れが確認できなかったヘパフィルターを R36DA の本体に装着。ヘパフィルターを装着すると、吸引力が大きく低下するイメージがあるが、検証や体感では、吸引力は大して低下しなかったため、排気がクリーンになるヘパフィルターの取り付けをお勧めしたい。ただし、R36DA 専用のヘパフィルターを取り付けると、吸引力が大きく低下するため、表面積が広いヘパフィルターを使用した方が良いだろう。排気性能が低い掃除機はタバコと同じなので、アレルギー体質の方に迷惑をかけることがあるため、特に防塵マスクを装着していない他の作業員がいたり、人が出入りしている環境で使用する場合は、粉塵の補修効率が高いヘパフィルターを装着した方が良いだろう。また、石綿や溶接フュームのような有害な粉塵を吸引すれば、自身の健康にも被害が及ぶデメリットもある。また、ヘパフィルターを装着すると、本体側に粉塵が流入しにくくなるため、本体を分解してメンテナンスを行う頻度が減るメリットもある。長年、排気性能の低いクリーナーを使っていると、排気口に配置されたスポンジに粉塵が目詰まりして吸引力が低下したり、粉塵の原因でスイッチが接触不良を起こしたりするトラブルも起こった。次に、ヘパフィルターの上に大きなゴミを補修する高機能フィルター EX をかぶせる。高機能フィルターは表面がサラサラした生地なので、フィルターに付着したゴミが落としやすい。動画では、マキタのヘパフィルター A6896号と、高機能フィルター EX-A6971 の2層式にしている。従来のマキタの高機能フィルター A58207 だと、形状を維持するための骨組みが内蔵されておらず、ヘパフィルターに貼り付いてしまうので注意。フィルターをセットしたら、R36DA 用のダストケースを本体に装着。ダストケース集塵方式の R36DA を持っているなら、ダストカップを購入する必要はないが、2段サイクロン式ユニットが装着されている R36DA-SC だと、R36DA 用のダストケースを用意する必要がある。R36DA のダストケースは単品販売されており、廃校機の製品を取り扱っているホームセンター等で取り寄せてもらうことができる。ちなみに、7.2V から 18V シリーズのダストカップとも互換性があり、動画では 7.2V のダストカップを代用している。集塵容量は、どのシリーズも同じ 560ml だ。ヘパフィルターを取り付けた状態でも、吸引力はかなり強い。現在、マキタのサイクロンアタッチメントは2種類販売されており、同社のサイクロンアタッチメントを使用する場合は注意が必要である。新しいモデル A68856 は、本体の吸い込み口に干渉してしまうストッパーが付いているため、ストッパーが付いていない従来の A67169 を利用したい。安価なサードパーティー製のサイクロンアタッチメントを流用する場合は、右のように差し込み口が長いタイプを選びたい。接続口が短いと安定力がなくなるだけでなく、使用中にサイクロンアタッチメントが抜け落ちやすくなるからだ。ちなみに、サードパーティー製のサイクロンアタッチメントは、ゴミが通過する隙間がマキタのものより狭いため、隙間に詰まりやすい固形のゴミや木材の切りくずを吸引する場合は不向きであった。
ダストケースの着脱もラッチ式ではないため、半回転させる必要がある。マキタは、着脱が簡単な上、使用中にダストケースが抜け落ちにくい。マキタと廃光器の充電式クリーナーの吸い込み口の内径は、廃光器の方が 0.5mm ほど広くなっているため、サイクロンアタッチメントの接続口にテープを巻いて外径を微調整する必要がある。しっかり抜けずに差し込めるようにサイクロンアタッチメント側の接続口にビニールテープを巻いてダストケースの吸い口に差し込む。廃光器のクリーナーにマキタのサイクロンアタッチメントを接続する場合は根元まで差し込めなくなるため、サイクロンアタッチメントの接続口全体にテープを巻かない方が良かった。 R36DA の延長管は加工しなくてもサイクロンアタッチメントに差し込むことができる。ただし、これはマキタの延長管にも言えることだが、強く差し込みすぎるとサイクロンアタッチメントの接続口に亀裂が入るので加減して差し込む癖をつけた方が良い。これは過去に強く差し込んで亀裂が入ったものである。画像のように亀裂が入ってしまった場合は延長管を差し込んでひびを広げた状態にし、裂け目に硬化するボンドを流し込み延長管を抜いて1日放置しておけば接着することができる。外付けタイプのサイクロンアタッチメントを装着すると全長が長くなり使いにくいと感じる人がいるようだ。全長が長くて使いにくいと感じた場合は、マキタから販売されているサイクロンアタッチメント用のショートパイプ 459,246-9 を使用すると良いだろう。廃光器からもショートパイプが販売されているが、全長が短くなりすぎて逆に使いにくかった。高機能フィルター EX、ヘパフィルター、サイクロンアタッチメントの組み合わせでも、吸引力はパワフルのまま。
ゴミ捨ては、外付けサイクロンが一番簡単である。ただし、取り回しやすさは、廃校期の一段サイクロン式ユニットに軍配が上がる。しかしながら、一段サイクロン式ユニットは、メッシュフィルター部分に、布製のフィルターが被せられており、フィルターが目詰まりしやすく、頻繁に行う面倒なフィルターのお手入れがネックとなる。外付けサイクロンは、こまめにゴミ捨てを行っていたら、メッシュフィルターにゴミが絡みつきにくいため、余計なお手入れをする頻度が劇的に減る。廃校期の2段サイクロン式ユニットに比べると、フィルターは目詰まりしやすいが、一般家庭で毎日使用しても、月1のお手入れで、十分なほど強い吸引力が持続する。この動画の記事は、概要欄のリンク先からどうぞ。ご視聴ありがとうございました。